こんにちは、日本語ラーニングのゆうたです。この動画では N2 グラマーのブラブラにとってブラブラにとってを勉強しましょう。はい、まあ、意味は英語では for someone ですよね。 for someone、はい、例えば納豆ありますよね。納豆、 A さんにとって納豆は美味しいです。 A さんにとって納豆は美味しいです。でも B さんにとって納豆は美味しくないです。 B さんにとって納豆は美味しくないです。このように for someone 誰々にとってというように使います。はい、それでは、実際に練習しましょう。一つ目、私にとって自分の家が駅に近いことは大切です。私にとって自分の家が駅に近いことは大切です。はい、ですね。自分の家を建てたり自分のアパートを決めるときに、そのお金を大切にする人もいるけれども、駅とかお店とかスーパーとかそういうものとの距離を大事にする人もいますよね。はい、でこの文章の私、この文章の私にとっては自分の家が駅に近いこと、駅との距離が近いことが大切。はい、このように使うことができます。はい、2つ目、彼にとってはこの写真は宝物です。彼にとってはこの写真は宝物です。はい、写真、フォトグラフですよね、フォト。はい、普通の写真に見えるけれども、彼にとってはこの写真は宝物、トレジャー、すごい大事なものっていう意味ですね。はい、普通に見えるけど彼にとってはこの写真は宝物です。はい、ということで、この動画では、ブラブラにとってを勉強しました。ぜひたくさん練習して使えるようになってください。はい、動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネル日本語ラーニングでは、日本語の授業の動画をたくさん上げているので、チャンネル登録をぜひお願いします。一緒に日本語を勉強しましょう。はい、終わります。バイバイ。